Ooh, that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion. All that good emotion. Just my kind of heat. Keep it on repeat. Just sip on the potion. Loving this devotion.今ですね、もう佐渡藤岡インターを降りまして RV パーク向かってるんですけれども、ここから18キロぐらいですね、初めてのスマート RV パーク、 RV スマートパーク、 RV パークスマートわかんないけど、スマート RV パークから、はい、あの無人のチェックインでっていうのね、初めてだね。初めてママがチェックインのね段取りしてくれたんですけど、なんか携帯で入れるだけなんでしょう。そう、すごくそれでチェックイン、前の車すごい白いの出ちゃってんだけど、僕もすごい出ちゃってるからね、あんまり人のこと言えないけど、ということなので、どんなチェックインかね、楽しみでございます。はい、はい、またね、そちらもお見せしたいと思いますので、はい、もう間もなく到着でございます。あそこにね、見えるね、ショッピングモールが、わー、本当にショッピングモールに泊まるって感じだね。最高だ。女子はウキウキ、女子は最高だね。最高です。左方向です。いいですね。ヨークそう、ベニバル、そう、ベニバル。これヨークマート。もう多分系列じゃない。すごい駐車場がなんかもう何個もある。およそ400メートル先。駐車すごいよこれ。すごい。空いてるねめっちゃ。あの京都に行った時の感覚じゃない。グラーフマンとかもあるよ。なんか本当にアウトレットみたい。でかかった。よかった、大きくて。京都の、あ、いいや、京都に行ったもんね。なんかビバホームも超でかいよこれ。そう。系列電気もあるし。フードコートもある。これやばくない？これ。やばい。何か、なんか思ってたショッピングモールと違ってなんか平屋だね。うん。平屋のいい感じだね。すごいなんか海外のあれみたい。ね、ほらこことか。そういう感じを持ってた。ハワイもこんな感じだったです。いいパターンやんこれ。最高。メリーゴーランドがただらしいです。平日は。平日は。来ました、大井川温泉駐車場。もう入りたい。あ、書いてあった。RV パークスマート。続いて目的地は左側です。正解は RV パークスマートでしたね。で、ここが右側が温泉です。わー、すごい、お世話になります。じゃあ、温泉下で掘立小屋があります。すごい、ちゃんとしてる RV パーク。わー、最高。立ち入り禁止されてる、うん、いいですね、いいね。リアゲート一緒ですね。どうやって止めんだろう。2台しか、こんな広くて2台しか止めれないってすごくない？贅沢じゃない？充電もあるよ。あ、さ、4台止めれるようになってる。2の方があれだって暗かったっけ。それで2にしたんだよね。あ、トイレが近い。そう、トイレ近いの。そう、それで、でもトイレなんかあんな掘ったて小屋なのかな。ねえ、掘ったて掘ったて言わないで。旅する勝間だけ。バランパン、トゥルトゥトゥル、バランパン、トゥルトゥ。はい、ということでですね、到着いたしました、小山思い川温泉 RV パークでございます。なんか予約時ね、 RV の1と2しかないなと思ってたんですけど、こっちにもね3、4あって4台ですね、止めることができます。下はね砂利ですね。はい、なるちゃん着きました。はい、こんな感じで僕たちはトイレに一番近い2番ですねを今回予約しました。今からですね、ちょっと予約をしてみたいと思います。予約じゃなくてチェックインですね、したいと思います。ママの携帯でやったんでね、貸してもらっていいですか。あ、それですね、 QR コードを、ネットで予約した QR コードをかざすと電源が使えるようになると。これでいいかな。あれ、ダメですね。拡大もしなくていいって書いてんだけど。あ、来た。ピッて言った？ピッと音が鳴り、ピッと音が鳴り、じゃこれ電源使えるのかな。あ、電源のランプがつきましたね。電源のマークがついてます。これで多分電源が使えるようになりました。楽でいいですね、めちゃくちゃチェックインが。で、ここなんでいいかっていうのはね、まあ、ショッピングモールもね 近いし温泉もあるっていうこともあるんですけど、チェックイン時間が13時、チェックアウトが12時、チェックインが13時のチェックアウトが12時、ビアゲビレッジと一緒なんですけれども、かなりねゆっくりできるなっていうのがね、めちゃくちゃいいなと思いました。で、あとトイレね、今ちょっと見ていきたいと思います。はい、ここが僕たちの RV パークなんですけど、すぐ横がトイレになっております。プールないです、なりちゃん。 RV パーク専用トイレ何ですか。はい、入りたかった。
プールはないんですよ。それはあの山並みの湯です。ここが水場ですね。水場でございます。で桜の木があって、結構ハードなトイレですね。これはハードなトイレだけど、ウォシュレットはついていると。結構広めのトイレでございます。嫌な人は嫌だと思うパパは全然余裕だけど、電気つけて電気もつきます。こんな感じのトイレでございます。外観はねちょっとハードだけど、中はちゃんとしてますね。そんな感じでございます。木を置いた方がいいかな。ねえちゃん、じゃあ木ください。この下に置きます。はい、ありがとう。ちょっといいかな。旅する勝間岳。さっきね3台4台止められるようになってるっていうお話だったんですけど、今思い川温泉の支配人さんがいらっしゃっていただきまして、今日からですね3台4台増えたということで、結構ね満車ということでね、喧嘩してますねあの人たち。増えたということなので、4台来れますので、皆様ぜひ遊びに来てみてください。女子には大人気でございます、こちらのアルプイパーク。壊れるってこと。ちょっとお姉ちゃんお前がって今入っちゃってますけど大丈夫ですか。ちょっと怖いお姉ちゃんが出ちゃってる。あれはどうしてんだよあれはお前がになりますねこれはねそれはお兄ちゃん怒られますよこれ。何？怒られますよあなた。なんで？だってそれだってニッチのだもん。降りてくださいお兄ちゃんあとですね、 QR コードを見せると温泉でですねタオルが、貸し出し無料ということなので、それもねちょっと大家族には嬉しいことでございます。大家族じゃなくても嬉しいことですね。あとウォーニング出していいかとか、この前にねテーブル椅子は出していいかとかっていうのはねちょっと聞きそびれてしまったので、後で確認したいと思います。Easy as pie, lemon, apple or cherry, loving you is so verySweet, sweet, sweet, how can it be? Such a beautiful cake. And your smile is the I see. Loving you is a poem. Sweet, sweet. これマジで無料なの？本当に平日メリーゴーランド完全無料。すごい。ありがとうございます。はい、では無料のメリーゴーランド、なんか無料っていろいろありますけど、メリーゴーランドの無料は初めて聞きました。しかも2階建てのメリーゴーランド。はい、2回目のですねメリーゴーランドなんですけれども、びっくりしたことに、ここ小山遊園地の跡地で、このメリーゴーランドは小山遊園地で使われてたメリーゴーランドだそうです。 CM ではねめちゃくちゃ有名だけど、来るのは初めてで潰れたことも知らなかったです。これって光の、あ、なんですか、あ、リクルート購入されたんですか、ここ。あー、それでこういうのあったんですね。これ光るの、夜は光るよって。あ、光った、すごい、ありがとうございます。優しいお日様でございます。すごい、旅する勝間岳。どうでしたか、感想をお願いいたします。こちらの、すっごい良かった、すごい良かったね、初めてすごい、女子大興奮ですね。大興奮、ショッピングができて温泉が入って車中泊ができる、し
かも夜もまた来れるっていう、なんかその距離感ね、距離感がすごくありがたいです。でリンク初めてのサイゼリアに今日は、はい、行ってみますか。はい、戻ってきました。お待たせしました。今ねちょっとお伺いしたんですけど、やっぱりパンパスの子は11時から2時の間の貸し切りのお部屋、宿泊分もあるんだって。そこのお部屋を貸し切りにして入れるようになるよということで、あとはでも1テーブルも出していいし、コンロで料理もしていいと。コンロのバーベキューも OK だということで、焚き火はちょっとやめてほしい。で炭もこれからはちょっと OK になる予定で、まだじゃないんだけど、それがあそこのこの3、4の奥にまた区画されてるところがあるじゃん、あそこがなんかバーベキューグリル持ってってできるようなスペースになるということでございます。結構何でもできちゃうね。だから素晴らしいです、なるちゃん。こっちかわいい。あ、かわいそう。かいかいだね。お風呂は12時までです。で10時から600円になる。子供300円。でも先に入りたいもんね。ママっちは遅くてもいいか、逆に ね、そうすれば安く入れるから。はい、ではね、サイドオーニングとテーブルを出しました。ステップをね、テーブルにもうめんどくさいから使おうということで、今日はここでシーシャを吸ったりできたらいいなと思います。はい、ではですね、今からお風呂に男子チームね入っていきたいと思います。日夜くんがねパンパースでお風呂入れないというので、先にパパたちが行って、ママたちはその間またお買い物ですね。好きですね、お買い物ね、やっぱり女子は。ということで僕たち行っていきたいと思います。後ろのね、走ってすぐ後ろがね線路なんですけど、両毛線だそうです。懐かしいですね。昔栃木に住んでたちいちゃんがねよく使ってた両毛線だなっていうねことを思い出しました。はい、お風呂行ってきました。いかがでしたか？気持ちかった。すごい温泉だったね。暑かったね。露天風呂もいいし、宇宙もいいし、サウナはねやりたかったんだけど、ちょっとね子供たちがこの4人いたから無理でした。で今ね出てきた時に、この小山町のねクラフトビールがあって、すぐ今どこでもクラフトビールやってんだなみたいな、僕たちも早くやらないとまずいっすけど、まあ、とりあえず買いました。あと 808IPA、どういう意味なんだろうな。八百屋か、八百屋ブリューイングっていうことだと、あと水餅っていうのがあったんで、これを冷やしてね後で食べたいと思います。とあと7人分のこれ可愛い白のいちごです。栃木はねいちごが有名ですから。子供たちは瓶のコーラですね。ちょっとじゃあご飯前にやっちゃいましょう。じゃあ乾杯、夜を楽しみましょう。みくんどうしたの？乾杯。ちょっとおかしいですね。うまい。うーん、おいしい。パパ大きい声、あのさ、パパが大きい声でさ、おいしい。あのキーしたらね、ママ飲まない。あのさ、ルイさ、大丈夫、ママちゃんママ言って買ってくるから。でっかい虫が来たよ、こっちに。しちゃう？ごちそうさまでした。ベロベロになっちゃいました。びっくりするぐらい。じゃあ親ブリューイングさん、美味しかったです。ベロベロです。恐竜ちゃんは？恐竜じゃですね。みんな iPhone まみれになってますね。これが旅するカズマタケの現実ですか。ご飯を食べに行きましょう。パパ恐竜ちゃん、恐竜ちゃん後にしましょう。ご飯食べ行こう。じゃ行こう。パパは100円のワインを飲んでおります。あ、ママも100円のワイン。お水、100円のワイン来た。すごい安くないですか、100円のワインって。旅する勝間岳、行ってきました。サイゼリア、うまい、ね、家族で初めてサイゼリアに行ってきましたね。美味しかったですね。ではさっきね温泉で買ったこの水餅を食べたいと思います。はい、こんな感じなんでしょう。水餅なんかこう信玄餅だね、これ。あ、こぼしちゃう、こぼしちゃう、こぼれないでしょ多分。信玄餅、信玄餅だよね。つけてみる？やめてください。なんで？うわこれは難しい。信玄餅もね食べるの難しいけど、これも結構難しいですよ。うん、許さないで。いや、信玄餅が、うわすごい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 。あー、こぼした。なに、めっちゃやばい。水、うん、めっちゃプルプルじゃん。
あっさりした信玄餅だわ。うまい。うまい？あっさりしてるよね。プルプル？プルプルっとしてる。あ、これ日が大きいかな。日、あ、なりちゃんごめん。こっちここに顔を近づけて食べちゃうから。ここに顔近づけてガブして。一気に。ティッシュ。最高。なりちゃん食べてみてください。味がない。そんなことないよ。白でも甘いと思うよ。ん？味がない。本当？甘っ。白甘い？うん。柔らかい。うん。切り口も真っ白。真っ白。面白。美味しい。そんなにその絵いらないから。そんな近距離のその絵いらないからあなた。美味しい。見て、お尻。今ママたちが帰ってきましたら、突然ローストビーフパーティーが始まるという。いただきます。すごい食うじゃん。サイズで抑えたから。サイズで抑えてたの？本当？うん。サイズでは全然食ってない。パスタ2個とピザも食べて肉も食って結構言ってましたけど。抑えてた。抑えてたんだね。そうなの。こっちが食べてたから。いいよ。これがチーズなの。食べていいよ。これがチーズなの。幸せ。パパも食べてください。ああ僕は一人でここにいるの。ねえニッチは。今日ポちゃんは入れないんだってニッチ。ニッチニッチ。ポちゃん入りたいね本当はね。はいニッチ。ポちゃん入りたかったね。明日入ろうね。えい。えい、お話してんの。明日入ろうね。ねえニッチ。はーい。明日入りましょう。はい。放置されちゃってねここで。チクーン。バッタバタずっと動いてます。僕はずっとバッタバタ動いてます。はい。はい、ということでですね、もう時刻は11時ぐらい。ママたちはですね、ママとリンカで温泉に行って、特に男なんですけれども、みんな大騒ぎでやっと後ろをね、2段ベッド作りました。パパももうベロベロだし、子供たちは元気まだいっぱいだし楽しい一日でございました。思い川温泉RV パークね、本当にめちゃくちゃおすすめだなって思いましたから。またここ来たい。本当だよね、すっごい面白くて、2泊3日しても温泉も良かったしね。次はまたサウナとかもできたらいいなとか思っております。では明日はですね、RV グラウンドナスさんオフ会のね、前夜祭に向けて出発したいと思いますので、またね、次の動画も見てください。1時間ぐらいで着いちゃう。はい、ではじゃあね、バイバーイ。